おっすおっす、ちはやだよ。マリオカート8やっていきましょう。まずはネオクッパシティからですね。クッパ軍団が感染でいるのか、よく見たらなんかブロスとかもいるじゃんいたんだな、全然気づかなかった。怖え。後ろコインですね、大丈夫そう。あ、嘘、抜かれたか。やばいな、やばいな、やばいな。ちょっと練習してきたんだけど、ようやく練習の成果を見せれると思ったらちょっと緊張してきただいぶラグってますね、だいぶラグってる。落ちた？あれ落ちた？あ、落ちる。ラグじゃなかった。よし、競り勝ったみたいですね。よし、これ大きいぞ。ここはね、1走っても全然コインが集まるんで全く問題なくいけると思います。イカか。せっかく練習してきたのにできない、イカだからお、いいっすね、ちゃんとトゲ受けていきましょうね。トゲ受けれて抜かれない距離っていいな。頑張れ、このままいいぞ。クリちゃん頑張れ、俺のクリちゃん。背中がクリに見えるからクリちゃんおっと、赤さんじゃないです、赤いちですね。この警官で赤いちか、ちょっとかわいそうですね。まずいぞまずいぞ。バナさんだ、かわいそうだな。うおっと、結局見せれなかった。ここの練習した来たぴょんぴょんが、一瞬目がちょっと怪しかったしね。このサンダーはちょっとラッキーサンダーかな。あれ真ん中で潰し合ってるじゃないですか。また溶けきたね。さあ2個受けの1になるか。あー、できてる。 OK、 完璧や、完璧やなかったー。あー、そのキノコ取ってた俺の勝ちだったっけ。抜かれちゃうなこれ多分。あ、いや、キノコ使い切りだ。よーし、2個受け1きた。でも、トゲを受けた後のは、上級判断が冷静じゃなかったですね。キノコ残ってたのに、拾えなかった。あっちは良かったんだけどな。あの、加速するやつに即触れるは完璧だったんだけど。さあ、行きましょう。リボンロードですね。行きましょう。あー、ちょっと早い。ちょっと一回話しました。早いって分かったから。最初で抜きて、いけ。うわー、倒せてねえし、吹っ飛ばされて弾き出されるし、ボロボロだ。やばいやばいやばい、やばい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 。まだ参るかな。わー、あぶねー、目の前でバナナが。あぶね、うん、まだ参るかな。うん、前そうですね。これキノコ交換してもよかったけど、とりあえずコインが欲しいな。大丈夫、これは行っても大丈夫。俺じゃないもんね。あ、しまった、後ろ見すぎた、バカ野郎。これはやらかしてんな。コインもないか。うわ、激しい。この距離感だったら行っちゃおうかな。うわー、なかなか前に出させてもらえねえ。ここで1個、あ、曲がってる。じゃあ使う、バナナ。あぶねえ。よしよし、まあこの距離感だったら出るよね。さあ、あとはトゲとか、何あれ、緑コーラか。投げて来る前に使え。 OK。 さあトゲ来いや。え、あ、これみんな回線落ちしてるわ。多分俺も回線落ちだな、これ。みんな止まってんじゃん。あんすよ、こういうのがたまに。お、あー、なっぱそうなりますよね。っすよね。さて、日が変わりました。昨日あの後ね、エラコ出た後、あ、おっと、
エラクを出た後さ、あーダメ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 、あぶねえ。いつもだったら Wii U 再起動とかするとね、だいたい OK になるんですけどね、今回はそれすらもダメで、やり直し、ボロボロひでえもんだ。さあ、苦手スカイガーデンなんですけど、一応少しだけ TA のあれを見てきたんすよ。だからなんとなーく、なんとなーく走り方はわかるんだけど、走り方がわかるってだけで走れるようになってるわけじゃないんですよ。そこがミソだよねTA はしてない、走り方はわかるみたいな。いやー、いいとこでやってきたな。さあ、まずいことになりましたね。どうしましょうかね。こうなるともうこんなことやって、あー全然ダメだあー使っちまったな。ここはコイン、あーまずいかも、やめ、いやでもこれ落ちたの結果往来かもしれないな。 OK OK 使っていきましょう。追いつけるかな。1位が多分4万だと思うんだよね。いいとこで終わってくれたな。次どっちだ。こっちか。こっちのぴょんぴょんはわかんねえ。おー乗っちゃダメ、危ねえ。トゲないんだなこの部屋な。ここで赤当てられると相当きついっすね。あー TA では今みたいにやってたんだけどね。ほっ、回避してだいぶこんな感じでやってたやっぱできないことはすることしない方がいいな。やばいやばいやばい、あやばいやばいやばい、まずいまずい。うわーその緑自分の首絞めそう。さてサンダー回避したけどあんまり意味がなかったな。あそこのミス痛かったですね。あー乗りたい1個。さあどうだ、赤か、あその前も赤だね。加速あり、あれが来そう。おお、ウィニング来そうと思ったけど来なかった。あーやっぱちょっと TA しないとダメだな。走り方分かってるだけじゃやっぱ動けねえわ。おお、半端ないデスコンがありそうだったね。あれトゲ当たってたら多分ファクッ、多分叫んでたと思うよ1位の人さあ行こうぜ、ぬるりと。ぬるりとって感じだろ、もう飛んだからさらに3万が入ってきて多分いい部屋にさらになりましたね。うん、今の虫と骨かな、虫骨の組み合わせの人がそう、今多分2位くらいにいる人、赤コーラ背負ってる。うわー吹っ飛ばされた。おお、この木の差は助かりましたね。助かった、前ついていかないとダメだろう。あっと、ミスターミスター。じゃあいいや、もう。あばあば。待ってね、待ってね。この1個は残しておこうね。早い名前。総力が違いすぎるな、これは。光。あぶね。ここでキノコ使った方がね、あれがいいんですよね。よしよしよし。うわ、マジか。これ前投げたくねえなー。せっかくね、1、2で頑張ってんのにね。あんま投げたくないっすよね、こういうのね。まあでもしょうがないっすね。マリオカートってそういうゲームだから。あ、でもほとんど当たってないっぽいですね。赤消しか、物消しか。あれは投げたやつが壊れてたか、勝手に。あぶね、うん、1個か、3つ欲しかったな、ここは。さっき入ってきた人だね、これはね。譲ってくれるんじゃないかな、この人だったら。譲んねえか、譲んねえか、かな、譲んねえな、この距離感だとやっぱ譲んねえか。しっかり壊して、逆に俺がアイテム交換できなかったオッケー、残念。
前も攻めれなかったね、残念ながらね。前早いな。ちょっとこの二人に頑張ってくっついていきたいけど、ちょっと総力違いすぎるぞ。ワン、ゴー。3万抜けちゃった。頑張ってついていこう。でもな、絶対あ、なんか吸いつくぞ。まずいまずい。どんどん離れてく。総力の違いが浮き彫りになる。うん、その緑やだな。わかった。わかったわかった。まあでも多分前は攻めないだろうな、その緑ではね。そうだよね。あ、投げた。なんで？ブーメランじゃちょっとな。4位のファイアフラワーが大丈夫ですね。ダメだ。総力が違いすぎる。どんどん離れてく。でもこれは、トゲと、キノコの、でもなんかうまいこと、距離そんな広げないようにしてる感もないな。それはねえな。キノコ、よし、これでまだ少しはマシ。トゲ来ねえかな。ダメだな、これも使わねえとダメだ。いやー届かないっしょ、ブーメランじゃ。クソ、あれ尋常じゃねえ、この人は。名前はめちゃめちゃ可愛いのにな。エッグタルト食べたい。おい、絶対美味しいだろ。はえー、何もんだマジで。ちょっとうますぎますね。ランクが3つか4つくらい違うわ。すげえ、めちゃめちゃ早い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。